世界を飲み込んだ吹雪の原因を知る人はいない突如この地を襲いすべてを奪っていった多くの命が消えていったその絶望に希望をもたらしたのがイザリアと霊視技術だった資格を手に入れた人類は続々とイザリアへと入った そして疑似政府 EOS を設立する威嚇者を創造しイザリアは繁栄したこの新たな世界で人類に新たな未来が開かれただがジェネシスの出現が新たな災難となる同時に現れた反イザリア組織 RCS がジェネシスを利用して 威嚇者を改造し、恐怖と混乱を煽ったのだ。ジェネシスが急激に広がり、感染者たちは化け物に変わり、システムも暴走してしまった。ジェネシスが、イザリアのすべてを破壊する。その危機に現れたのが、ハイパーリンカーだ。 彼らは、この世界の支えとなる。旧世界の悲劇は忘れない。新たな故郷を守るため、彼らは今もなお、新しい仲間を探し続けている。 急遮断が発生してるなんて気をつけないと調査によるとジェネシスが爆発した原因は一枚のハイパーリンクチップだったのジェネシスをなんとかするにはまずあれを探さなきゃこっちよ待って。 その警備員の現実反応に異常があるわ。気をつけて。まずは前の練習みたいに、どこかに身を隠して。よし、いい場所ね。あとはいいタイミングを待って。今よ、任せるわ。 戦闘準備だ俺に任せろ自業自得だ警戒は怠らないで 勘弁に気をつけろ》はっどこへ逃げるつもりもう観念しなさい任務完了次のターゲットに向かいましょう気をつけて遮断による黒い結晶で道が塞がってるキャク・ンそうね。 2階の廊下の構造は安定してる着の後ろについて階段を上がりましょうヒーロー登場 こ声逃げるつもり。もう観念しなさい。やっ,やっと僕のバンカー。あー警戒を怠らないで。や<っ>任務完了。次のターゲットに向かいましょう。 見て。ビルの上空に隙間を作ったのは、あの装置なの。そしてあのチップが、装置に絶えずエネルギーを供給してる。レンからメッセージが送られてきたわ。警備所と協力して、住民たちを避難させて、あの怪しい威嚇者も捕まえたみたい。制御システムの操作コードも一緒に送ってきたわ。ここをどう動くかは、私たち次第ね。どうする 何もないように見えるけど、装置の周りには特殊な防護システムがあるわ。安易には近づけないわ。まずあそこのコントロールセンターへ向けて、操作コードで特殊防護システムを解除しないと。近くにちょうど遮断の後に露出した脆弱ノードがある。それを利用すれば、思考性伝送でコントロールセンターにたどり着けるわ。時間は多くないわ。急ぐのよ。

うかつだった勘弁に気をつけろ自業自得だうかつだった。 俺に任せろ。せ警戒は怠らない。やっと僕の番か。ほら。や敵を撃退した。もう安全だ。 どうやらセキュリティの人はみんな感染したみたいねつくづく恐ろくクラッククラッククラック任せてくださいドロシーあなたの利益システムはまだ安定してないわ無理して能力を使ったら大丈夫お願いドロシーの箱には何が入ってるのかしらよし 防護システムを解除したわやった装置内のハイパーリンクチップをリリースできたわ急ぎましょうチェックあチェック遮断生物よ まずい、こっちへ向かってくる制御室の扉を閉めたわしばらくは大丈夫なはず今のうちにチップを取りに行きましょう 邪魔をするな

に気をつけろはっ警戒は怠らないでっやっと僕の番かほらっうっ大丈夫 自業自得だみんなは休憩していろ後片付けは俺がやっておく改装学生 危険すぎる。けど、こうするしかない。ワープスポットを設置。よし。座標は屋上よ。急ぎましょう。 ありえないこんなレベルの検質反応データベースの記録値を超えてるマギさん私にやらせてください何か役に立てるかもしれませんそうするしかないわねドルシーに出撃させて今日はどこに行けばいいのですかうっ大丈夫 逃がすか警戒を怠らないでどこへ逃げるつもりもう観念しなさいやっと僕の番か、うん、進め進め開けますよ 中身は何でしょう痛っ警戒は怠らないでやっと僕の番か 変身私の番ですねほら怖くないよああい俺に任せろ うっ <laughs> 世界は怠らないは バイタルは安定してる。ハイパーリンクチップも問題なし。この二日間と比べれば、あなたのデータはかなり良くなったわ。回復は順調のようね。今はどんな感じまだ頭痛はする緊急速報です。EOS が発表したウルトラビルのジェニシス処理報告によりますと、 2月14日まで、ウルトラビルのジェネシス感染拡大は、すでに抑えられ。今回の事故で、負傷した威嚇者は、合わせて6756名、死亡した威嚇者は117名、人類は12名、およそ114名の威嚇者が、行方不明となっています。そして、周辺のデジタルスペースで発生した、不要データ盛りについて、緊急遮断警備所は、すでに、 清掃計画を実施したと発表しました。関連情報は公式サイトで発表。あまりにも突然で避難が間に合わなかった人がいっぱいいて、中心の都市部にも影響が出たのね。周りのデジタルスペースの過負荷と、ジェネシス漏れによる二次災害も大量の死傷者を出した。今頃緊急遮断警備所は、 頭を抱えてるでしょうね。<laughs> さて、ともかく、ウルトラビルでの任務は一段落ついた。あとは、シビルと緊急車断警備所に任せて。今日来たのは、あなたの回復具合を確認する他に。これからのことについても相談したいの。ウルトラビルの事件の後、協会と緊急車断警備所が連合通信会議を開いた。 あなたの代理人である私も呼ばれて、詳細な行動報告をしたの。あなたの予想通り、ウルトラビルと E03 のジェネシス爆発は、計画的な破壊行動よ。発見されたジェネシスも普通じゃない。明らかに人為的に改造され、より凶悪な存在になっていた。それに、捕まったあの威嚇者と、影から襲ってきた奴らも、そしてあの妙な遮断生物も、 誰かが裏で糸を引いてた。わからない。今は情報が少なくて判断できないわ。捕まったあの威嚇者から手がかりをつかもうとしたけれど、残念なことに取り調べ中に点火して完全に遮断生物に落ちてしまった。とにかく、協会は裏で糸を引く存在を突き止め、E ブロックのジェネシス機器を 徹底的に解決することを目指してるの。緊急遮断警備所は各エリアの監視と見回りを強化したわ。教会も不審人物の動向を追ってる。ただ、結果が出るには少し時間が必要かもしれないわね。<laughs> でも心配する必要はないわ。裏で糸を引く存在がいるのは確か。必ず収穫はあるわ。 ええ、本当は、教会もあなたを、もう少し休ませるつもりだったみたいなんだけど、ウルトラビルの件で、あなたのハイパーリンクが損傷を受けて、ハイパーリンク能力の使用にも影響が出てるしね。でも、教会も多忙を極めてるみたいなの。まさに、深刻な人手不足ね。他のステータスも正常に戻ったことで、教会から新しい指示が来てるの。 ウルトラビルの事件以降、ジェネシス漏れが周りのブロックで多くの二次災害を引き起こしてるわ。ハイパーリンカーたちも各エリアの支援に向かってる。私たちも拡散エリアに閉じ込められた市民を救い出すように、教会から指示を受けたわ。そう難しくない任務よ。回復後の実践訓練だと思ってね。 指定されたのは E01 の90外転送センター。ウルトラビルと E ブロックをつなげる中枢なの。今朝、あそこでジェネシスが現れた。ほとんどの人員は救出されたけど、まだ第13区高等学校の2人の生徒が残され、今も行方不明の状態。シビルと連絡してみたけど、今は感染源を捜査中で手が離せないから、私たちに2人の生徒を探してほしいそうよ。 どうこの依頼を受ける嫌なら断ってもいいのよ。あなたらしいね。じゃあ、教会に返事しておくわ。そうだ、教会の指示でパーティーに入ったレンのこと、まだ覚えてる前は会うチャンスがなかったけど、今回の任務に彼女も呼んだの。新しいメンバーとの鳴らしにもなるかも。あなたも少し準備して。 後でイザリアで合流しましょう。そうだ。出発する前に、今の状況について何か知りたいことでもあったら何でも聞いて。わかった。他のみんなには連絡を送っておいたわ。出発しましょう。 どうでしたカサミさんは見つかりましたか隅々まで探したけど見当たらねえ。けど、ドンは確かにここであいつの匂いを嗅ぎ取ったんだ。じゃあ、駅員さんにも聞いてみるとか。そうだ、オバルさんにも。駅員どころか、俺以外誰一人としていなかったよ。お、お待てドンが何かに気がついたみたいだ。とりあえず、 先に確かめに行ってくる。そうだ。風見和夫を探しに学校から出たことは学長には内緒だ。いいな。見つけたらすぐ戻ってくる。 レンダー安全防務所に勤めているが今はあなたと共に行動する仲間だ力があるからこそ自らの意思で確かな選択をできるみんなから見れば 安全帽探検の何かって私のサヤに触れるなよ私のプレゼントは 戦争センターの正門がひどく破壊されたせいで別の入り口を渡るしかなかったわ。でも、幸い無事にみんなで着いたわね。本題に入る前にあらかじめ紹介するね。こちらは、教会の指示でうちのパーティーに入ったレン。この前のウルトラビルの件でも協力してくれたの。今回も私たちと一緒に行動するわ。やった ちょっと、ちゃんと歓迎してよ。これからもよろしく頼む。みんなの力になれるよう尽力しよう。さて、詳しいことは後でじっくりと話し合いましょう。今は任務の方が優先よ。キャッカャッカ本題に戻るわ。今回の任務について説明させて。今朝、E01 でジェネシスの活発化を確認したわ。拡散の中心エリアは、 90街転送センター。緊急遮断警備所はすでに動いてるけど、まだたくさんの市民が閉じ込められてる。単純に考えれば、E01 の異常はおそらく、ウルトラビルのジェネシスが外に漏れたのが原因だけど、感染源の正確な座標はまだ確認できてない。警備所も今、感染源の位置を全力で探してるけど、人手が足りずに、 私たちにも協力依頼が来た形ね。つまりはジェネシスを排除、閉じ込められた人を救出するのが目的ね。あと、ハイパーリンク能力を使った、あなたの実践練習も兼ねてるわ。チャックチャックあと何人閉じ込められているんだシビルに確認したところ、まだ第13区高等学校の二人の生徒が行方不明になってるらしいわ。名前は、ヤンと カザミカズヨという子よ。第13区高等学校のコンスタンス学長から直々に依頼が来たらしいの。だから、教会と警備所からも全力で彼らを連れ戻すようにって。でも、主な目標は二人の生徒を見つけることとはいえ、ジェネシスの情報にも注意して、できる限り早く感染源を見つけるように。 コンスタンス学長の依頼なら何か情報の提供はあったのかコンスタンス学長の情報によれば、風見さんの現質監視信号が消えたのは駅の仮想ホームらしいわ。そこを一回確かめに行った方がいいかも。緊急放送。緊急遮断警備所の指示により、転送センターはこれから3分後にシャットダウンを行います。まだ避難していない方は早急に避難してください。 三分後に緊急管理システム及び緊急隔離システムが起動されます。どうやら一番まずい事態になったみたいね。感染者を外に出さないように、シビルたちは転送センターを完全に閉鎖しようとしてる。時間がないから急がないと。仮想ホームへ急ぐわよ。でも、駅内の感染者にも注意して。 私のサヤに触れるな休むヒーローのチーム私のプレゼン力があるからこそ自らの意志で確かな選択をできる戦闘準備だ即戦即決 だった逃がすかよみがえれコグマ変身はあ本当のヒーローはこれぐらいの勝利で喜ばないんだ私のさやに触れるなよやけどするぞ。 力があるからこそ、自らの意志で確かな選択をできる。 仲間を傷つけたいならまずこの件に聞けシャ自業自得だ炎は全ての罪を燃やし尽くす少し休憩しようまだやるべきことがたくさんある

即戦即決 の罪を燃やし尽くす<っ>それ冒険家を見くびったらひどい目に遭うんですよまさか入った遮断警察まで感染してるなんて、うん、ジェネシスの侵食をある程度防げる装備を着ているが効果は限られるそれに。 彼らはあくまで普通の威嚇者に過ぎない。何とかしてあげられないんですかジェネシスは感染者の原質を侵食し、転化させる。それこそ威嚇者にとって最も危険なこと。完全に侵食される前なら、ハイパーリンク能力でまだ助けられるけど、こんな状態では、どうしようもないわ。 でも、遮断警察になった以上、その覚悟もできたはず。本人のためにも、早めに終わらせるわよ。マギ、今なら二人の生徒の信号を検知できるか。さっき、彼らの現出信号をもう一度捜索してみたけど、何の反応も出なかったの。コンスタンス学長の情報が正しければ、風見さんの現出信号が消えたのは、ここのはずなんだけど。 何か手がかりがあるかもしれない辺りを探しましょうおお静かにしろ、ドン気づかれるぞ何者だ、出てこいおいおいおい、お、お俺様は怪しい奴なんかじゃねえおおおじゃあ、こそこそ何をやってんだ お、俺様は、た、ただ、ただ。なるほどな。感染者を見て、ビビって隠れてたってわけか。怖がらないでください。私たたちは助けに来たんです。守ってあげますよ。守ってもらう必要なんかねえって感染者なんて全然怖くねえし、ドンを守るためじゃなきゃ隠れたりしねえよ そんなことねって。画像の照合結果によれば、この人はヤン。失踪した生徒の一人。でもおかしいわ。ここにいるのに、原質反応を全く検知できないの。原質能力のレベルは D 級。D 級か。じゃあ、気づかなかったのも無理もないわね。へえ、天才を集めた第13区高等学校にも、 こんな原質能力の弱い生徒がいるなんて、もしかして、それも何かの才能勝手にこの俺をスキャンするなこのクソロボットがこいつを止めろじゃないとドンに食わせるからなそれに、俺様の能力はな、原質の強さなんかで測れるもんじゃねえぞドンがん、まあいい。お前らに説明したって無駄だな。<laughs> まあまあ落ち着いて。原質エネルギーが弱くてもいいことはあるわ。あそこの遮断警察みたいに感染せずにいられるもの。お前らって、教会の人間かわかってるじゃない。あなたたちを連れ戻してって、コンスタンス学長が教会に頼んできたの。で、なんで一人でここにいるのもう一人は確かまだ、風見和代っていう子がいるのよね。 それに、ここのジェネシスについて何か知ってるジェネシスについてはわかんない風見和也のことなら、あの面倒なやつ、あいつとははぐれた。あいつは列車に乗った。そう。あの気持ち悪い匂いがプンプンするスペクトル号だ。スペクトル号あの威嚇者検査、免除特別列車のことか。 チェックを免除できる、威嚇者のための特別列車のことね。人類だから、聞いたことないのも無理もないわ。ジェネシスに感染するのは、ほぼ威嚇者だからな。E ブロックで同行する人類のいない威嚇者は、その行動が厳しく制限されている。多くの列車は、威嚇者の乗車を拒否するけど、スペクトル号はたった一つの、威嚇者のために特別に増設した、検査免除列車なんだ。 車掌は確か、オボルっていう威嚇者だ。ほら、あそこにポスターが貼ってある。だがこの列車は数日前に失踪して、どこにも姿が見当たらないらしい。本当にあの列車に乗ったのか風見和代は。間違いない。あの列車だ。消えたとは言っても、一定の時間が経つと必ずここに現れるんだ。この目で見たんだ。 あいつが列車に乗ったところを、追いつこうとしたけど、間に合わなかった。はっび、ビビったんじゃねえぞマジで早いから間に合わなかったんだよおい、まさかあの列車が放つ気持ち悪い匂いって、ジェネシスのせいなんじゃねえかネット上でみんなそう言ってる。さっきお前らも、ここにジェネシスがあるって言ってたしよ。確かな答えは言えないけど。 その可能性もありえるわね。じゃあこれからどうするここで列車を待つか今回のジェネシスと関係があるかもしれないし、風見さんがあの列車に乗った以上、私たちも乗っていかないとね。ヤンさんは、グレーに送ってもらいましょう。風見さんとジェネシスのことは、私たちに任せて。え帰るのかいや、一緒に行くよ。あいつは高速違反なんてする勇気はね。 事情がなければ、絶対13区から出たりしないはずだ。急いで乗ろうとしたのは、きっと何かがあったからのはずだ。ついていくよ。少なくとも、あいつの安全ぐらい確認しねえと。案外優しいじゃない。ふ <laughs> 俺様はただ仮を作るのが嫌なだけだ。いいわ。そこまで言うなら、一緒に行動しましょう。でもここは感染者が多い。多少は力になってもらうわよ。 威嚇者が感染しないために、ハイパーリンカーの力に保護される必要があるわ。だから、うちのハイパーリンカーとリンクさせるわよ。ああ、いいぜ。おい、気をつけろ。また感染者が湧いてきた。まずいな。数が多すぎる。 し死ぬかと思ったぜこの列車が出てくれてよかったおかげで感染者たちを振り切れそう <laughs> シャッカー列車の識別情報によれば確かにスペクトル号ねどうやら私たち、運は悪くなさそうおいなんでこんなに人が倒れてるんだジェネシスねこの列車はどこよりもジェネシスの反応が強いつまり90外転送センターのジェネシスは ここから広まったということに、警備署の連中が感染源にたどり着けないのも無理ないな。しかしなぜ風見和世はジェネシスで蔓延していると知っていながら乗ったんだジェネシスが危険だとわからなかったのかあんな変な奴、何を考えてんのかなんて知るかよ彼女なら、ここのジェネシスが蔓延した。 本当の理由を知ってるかもってこと確かに。その可能性もあるわね。おい、あいつを見つけられんのかもう、感染してるなんてことねえだろうな。ジェネシスの干渉がひどすぎて、検知の手段はもう使えないわ。じゃあどうすんのよ。今の状況じゃ、それが最善策だな。じゃあ俺は後ろの方へ。 君たちは前へ。風見和夫を見つけたら、すぐ連絡するように。分かった。どういうこと通信電波が急に弱くなってる先に行ってて。私は通信周波をチェックするわ。おそらく、中にはまだ大量の感染者がいるはず。気を抜くな。 仲間を傷つけたいならまずこの剣に聞けついてこい逃がすかはあ本当のヒーローはこれぐらいの勝利で喜ばない私のサヤに触れるなよやけどするぞ 私のプレ力があるから探検の道に何か困難があれば冒険家を召喚すれば新しい依頼でもあるのか私のさやに触れるなよやけどするぞ 仲間を傷つけたいならまずこの剣に聞けついてこい自業自得だよみがえれコグマザ変身、はあ、本当のヒーローはこれぐらいの勝利でよろ力があるからこそ何か手伝うか 私のサヤに触れるなよやけどするぞヒーロートー やった逃がすかは少し休憩しようまだやるべきことがたくさんある私の鞘に触れるなよやけどするぞ。 私のプレゼン何か探検の道に新しい依頼でも私のプレゼントはどうですか本名を呼ぶんじゃない探検の道に何か困難があれば冒険家を召喚すれば何とかなりますよ何かですヒーローのチームには必ず僕みたいなみんなを救うキャラクターがいるだろ この列車は何なんだ怒られても乗らねえよ、こんなもん風見のやつ、一体どこに行きやがったんだ 逃がすか

自得だみんなは休憩していろ後片付けは俺がやっておく何なのこの電波3分もかかっちゃったじゃないああもうグレイそっちの状況はまだ風見和代の姿は見当たらないが倒れた乗客はたくさんいる 後ろの車両に集められているみたいだ。そっちもか。ええ。手がかりもないまま。でもこの列車を調べて、意外なことに気がついたわ。チャクが計算した座標によると、今あなたたちは E01 のベータエリアにいるけど、この近くには表示される交通路線がない。つまり、これはダークレールなの ?EOS の遮断警察たちが、源にたどり着けないのは、 源が移動していて、固定の座標がないから。じゃあ、このジェネシスが、やけに賢いってことか。いや、ジェネシス自体じゃない。誰かが操ってるはず。誰かって、オボルのことか。オボル確か、グレイさんが言っていた名前ですね。この特別列車の車掌だな。だが彼にはもう一つの身分がある。 E01 威嚇者人権保障機関の責任会長。E01 では相当有名なやつだ。そう。ジェネシスの感染爆発が始まって以来、現実の差があるから、ジェネシスは優先的に威嚇者を攻撃し侵食する。感染した威嚇者は最後には化け物になる。逆に言えば、ほぼ現実を持っていない人類は、ジェネシスからの影響がずっと低い。 感染爆発が始まって以来、人類の死傷者はほとんど感染者の襲撃によるものなの。だから、人類と威嚇者との亀裂も深くなって、威嚇者への制限も多くなった。何回もデモや抗争事件が起きるくらいにね。そんな中でも、E01 の人類と威嚇者は、今のように平和に共存できてる。それにオーボルは大きく貢献したのよ。 おいおいおい、ペラペラと説明してくれてはいるが、俺様は何も分かっちゃいねえんだけど。結局、ここのジェネシスは、あの、オボルって車掌と何か関係があんのか普通、列車にジェネシスが現れた場合、車掌が正気なら、列車を停止させて、遮断警察を待つべきなんだけど、オボルはそうしなかった。はじめは、オボルが感染したから、列車がこうして暴走しているんだと思ってた。 でも、オボルは意識を失ったりせず、逆に意図的に列車を制御して、このダークレールに乗り入れた。いい方に考えれば、ジェネシスを隔離して、感染するのを防ぐためかもしれないけど、もし逆の場合なら。まさか、ここのジェネシスを隠すつもりなのかその可能性もなくはない。 だって、E01 にジェネシスが出たら、散々苦労して築き上げた、威嚇者と人類との信頼関係が、また水の泡になってしまうもの。さっき、列車の制御監視システムにアクセスして、列車を止めようとしたけど、最高レベルのセキュリティに弾かれたわ。嫌な予感がするの。オボルが、何かの準備をしてるように見えるわ。緊急放送 この列車は、緊急解決システムを起動しました。一分後、七号車から、まだ完全に感染していない車両は、それ以降の車両とともに切り離されます。ご注意ください。なぜ緊急解決システムが急に起動したオボルよ。気づかれたのかも。車両を切り離そうとしたのは多分、私たちをこれ以上近づかせないためね。七号車は、ここね。まずいわ。 緊急解決システムが起動したら私たちまで振り落とされちゃう早く次の車両へ向かわないとこっちだ <laughs> <laughs> まずいロックされてる車両はもう切り離されてるわ捕まって 幸いホームに泊まってくれたな最悪の事態は避けられたようだみんなは無事かなんとかねにしてもまさか私たちを振り切るために緊急解決システムまで起動するなんてどうやらあの列車に秘密が多く隠されているようだなおいこれからどうすんだよここで戻ってくるの待つのか まだ風見は見つかってねえぞとりあえず、感染源も風見もあの列車に確認できた以上、ここで待つわけにはいかない。戻る方法を探そう。ここは緊急遮断が始まってる。私たちの現質反応は、感染者や遮断生物をおびき寄せる。一つの場所に留まるわけにはいかない。 提案があるわ。駅のロビーには特殊な防護システムが設けてあるはず。そこに行けばしばらく身を隠せるわ。それに、そこの列車制御システムでなんとかスペクトル号を制御できるかもしれない。ああ、いい策だ。よし。今すぐ行動するぞ。